はい、おはようございます。今日はですね、焼肉のねタレをねご紹介したいと思います。まず用意するのはこう玉ねぎ1個ですね。あと人参が1本、あと梨ですね。梨は半分ですね、半分使います。こちらをですね皮を剥いてですね、おろしちゃってください。梨はですね皮付きのままおろして、よろしいかと思われます。はい、これがですねとりあえず下準備でございますね。とりあえずこれをおろしていきたいと思います。はい、では、人参と玉ねぎとですね、梨の方おろしてまいりました。こちらにですねまず、にんにくですね、にんにくをですね小さじ2杯ほど入れちゃってください。すりおろしにんにくですね。そしてですねしょうがですね、しょうがこちらも小さじ2杯ほどですね入れちゃってください。で こちらですね、こちら今回このチューブのものを使ってますんでね、これをですね、大体15センチぐらい入れちゃってください。そしてですね、こちら甜麺醤ですね。こちらをですね、大さじ1杯ですね入れちゃってください。そして蜂蜜ですね。蜂蜜もですね、大体2秒ぐらい入れちゃってください。そして味の素ですね、味の素をパラッと一つまみぐらい入れちゃってくださいませ。そしてお酢ですね、お酢はですねキャップにですね1杯ぐらいでよろしいかと思われます。1杯ぐらいですね。はい、ではこちらを混ぜんこ混ぜんこ混ぜるんこですね。こちらですね、とりあえずベースの出来上がりですね。はい、そしたらですね、タレですね。まず、味噌ですね、味噌が小さじ1杯、あと醤油がですね、200cc ですね。はい、そして お砂糖ですね、お砂糖はですね、大さじ2杯ほどでよろしいかと思われます。そしてですね、こちら干し貝貝柱スープの素ですね、こちら小さじ1杯ですね入れちゃってください。でみりんがですね、100ぐらいですね入れちゃってくださいませ。みりんが100ですね。あと、日本酒もですね100ですね。日本酒は100です。はい、こちらをですね、火にかけてですね、溶かしていきたいと思います。はい、では、火にかけてですねこちら溶かしちゃってくださいませ。はい、では沸きましたらですねあんまりグツグツさせないでね弱火で大体5分ぐらいですね、グツグツさせないようにちょっと5分ぐらい、火をかけてください。で5分経ちましたらですね先ほどのこのペーストですねこちらをですね入れちゃってください。
そしてですね、ちょっと火を強めにしてですね、もう一度ですね、沸騰する寸前までですね、火をかけちゃってくださいませ。はい、そしたらですね、ちょっと味見を見てですね、甘さとかですね、この辺で調整してください。甘いのが好きな方はですね、もう砂糖をですね2杯ぐらいですね、大さじ2杯分ぐらい入れちゃってください。甘いのちょっと苦手だよっていう方はですね、この足さなくてですね、最初の大さじ2杯だけでよろしいかと思われます。これにですね、ごま油ですね、少し入れるとよろしいですね。ごま油はほんの少し入れればよろしいかと思われます。だいたい小さじ1杯程度ですね。そしてですね、ごまですね、ごまをですね、お好きな分量だけ入れちゃってくださいませ。はい、これでですね、冷ましてですね、1日ほど寝かして完成でございますね。はい、1日経ちましてね、タレが馴染んできましたんでね、今日はですね、この豚じゃなくて牛バラですねを作ったタレでですね、炒めたやつと、あと豚のロースをですね、焼いてそのタレをかけたものになりますね。でまずこちらの豚の方からいただいていきたいと思います。いただきます。うん、うまっ、最高。うん、うまっ。うん、うん、すごいうまいですね。このタレがなんともない味で、非常に美味しいです。なんて説明したらいいのかわかんないんですけど、まあ市販のタレよりですね、やっぱりこういう風に自分で作った方がですね、すごく美味しいですよね。最高ですね。うん、うまい。うん。ああ、うまいですね。うまいな、これ。うん、非常に豚にも合いますね。そしたらこの、牛バラをですね、そのタレで炒めたやつですね、いただきます。うん、最高ですね。うん、うん、うまい。うますぎですね。うん、うまい。いや、超うまいですね、本当に。これはぜひですね、皆さんちょっと入れる分量、種類とか結構多いんですけどね、頑張ってですね、ぜひ作ってみてください。
ぜひね、最高の味になると思いますんでね、作ってみてください。うまっ。うめ最高ですね。この牛のバラ肉にですね、この豚をですね、巻いて食べると、最高ですね。うまっ。うまい。非常にご飯が欲しくなる味ですね。まあ今もうちょっとで健康診断なんでね、ご飯はちょっと控えてるんで食べてないんですけどね、ぜひよかったら皆さん作ってみてください。もしよかったらチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いいたしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。うまい、最高、上手です。はい、今回タレをですね、しゃぶしゃぶですね、しゃぶしゃぶにかけて、食べたいと思います。まさにいただきます。うまい、非常に合いますね。ぜひ皆さんも作ってみてください。それではまたお会いいたしましょう。さよなら。